こんばんは。リトルプリンスソフトテニスコーチの野村です。はい、今回ですけれど、ラケットをテイクバックしてスイングするときどうしてもラケットと手、これが全部一緒になってしまう。手首が、固めることができなくて力が入らない状態で打ってしまう。で、最後手首を使ってしまうという状況をちょっと防ぐ、まあ、方法アイデアっていうのをね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、では実際にやっていきたいと思います。手首が曲がらない、こう曲がってる状態ですね。こういう状態を作れるように、はい、ちょっとラケットの手と間にボールを挟んでしまう。はい、力はもちろん入りません。あくまでこの手首固まってるよっていう状態を作ることが、はい、ボール打つ上ですごく大事になってきますので、これを意識しながら、まず、はい、ラケットグリップの方から行くようにして振り抜く。最後はちょっと振りづらいと思いますけど、あくまでこの当たるところのインパクトのところまでこの形、はい、なるように意識してやっていただけるといいですね。実際にボール打ってみてね、ちょっと確認していきたいと思います。実際あのボールをね挟んでやってみると、こう力は入りづらくはなるんですけど、体全体を使って振っていただければ、実際にボールはね、あのしっかりと打つことができますので、あとは当たるときにちょっとギュッと握るような形ちょっと していただけると、ボールを潰すようなイメージをちょっと持っていただけると、インパクト時にさらに、ボールがね、あの力が加わりやすく、なおかつラケットのスイングスピードも、はい、上がりやすくなりますので、それをちょっと意識しながら、はい、どこで力を入れるかというのを、ね、考えてやっていただけると、実際にボールも飛ばしやすくなるのと、力が入りやすい形というのを、ね、あの意識しながらやっていただけるといいかなと思います。実際にこうラケットを、ボールを挟まない状態でやった時に腕を伸ばしすぎちゃう人は大体あの伸びきっちゃう形になりやすいので、少し緩みを作って、ね、ちょっと遊びの部分を作っていただけると、はい、ラケットの形でしっかりテイクバックしやすくなってくるので、力の入りやすい打ち方っていうのを、ね、ちょっと意識してやっていただければいいかなと思います。本日はありがとうございました。